通にされてますもんね。あ、ごめんなさい、ちょっとすいません、ごめんなさい。東京坂道が多くて、坂とね、このカーブが、東京はカーブが多いですね。はい、どうも、ライハルです。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。はい、あかねです。よろしくお願いします。あかねさん、はじめまして。はじめまして。身長高い、お綺麗ですね、ほんで。ありがとうございます。めちゃくちゃいいスタイル、よくない？スタイルめちゃめちゃいい。すごい、え、ハーフです。あ、そうです、そうです。どこのハーフなの？中国です。かっこいいな、はい、これって身長ってもともと、それかジャックハンマーみたいにこれ伸ばしたの？あ、もともと、もともと気づいたら伸びてました。気づいたら伸びてた。あ、ジャックハンマーの説もあるよね、だから病院伸ばしたっていう10センチ、まあ、最大15まで伸びるんかな。身長何センチなんですか？176で。ちょっと引きで見たい、引きで、うん、176、はい、かっこいいな。大体さ、身長低いし、あ、高い人ってさ、はい、胸がちょっと寂しかったりするやん、うんうん、スタイル完璧やもんな。いや、すごいっすね。いや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 、かっこいい。ちょっとオーラ出てるもんな。いや、僕実はな、TikTok とかね、はい、TikTok めっちゃ見るから、僕の中の今のスターって TikToker なんですよ。あ、そうなんだ。TikTok の人が僕なんかもうすごい有名人ってかテンション上がるんですよ。はい、で、プルナさんの動画とか、シミケンさんの動画とかコラボしてる見て、ちょっと今回キャスティングってことだったんですけど、はい、まあ、といってもその、もともと日本一の、あ、そうです。何でしたっけ、コロシアでしたっけ。あ、まあ、コロシア。バドミントンですよね、はい、それでだからアスリートなんで、やっぱコンプライアンス的に、はい、俺はそんなシミケンさんとかポルタンさんとはちょっと違うから、はい、そういうことじゃなくて、まあ、その真面目なね、はい、真面目なそのドライブデート的な、はい、デートっていうタイトル大丈夫ですかね。大丈夫です。っていう感じのをやっていこうかなと思うんで、まあ本当に下ネタとかそういうのもなし、はい、そういうことじゃないじゃないですか、はい、アスリート捕まえて下ネタってどういうことやねんって思うんで、ほんまに、はい、そんな失礼なことないよ、はい、ということで、あの本当にただただドライブするだけっていう動画で、はい、ランボルギーニとかそういうことじゃなくても普通にアルファードでっていう、うん、なんかそういうのいいですよね。はい、もう車乗ったことないんです。全然、普段どういう生活されてるんですか？普段は、もう今ライバーとして、ね、やってますよね。はい、もうずっと家にこもって配信してるので、あ、もうずっとですね。車に乗ることがあんまない。本当にずっと家の中？はい、ずっとか、筋トレか。筋トレ、はい、そのどこに行ったら筋トレで会えるんですか？エニタイムです。エニタイムにいるの？こんなスタイルの人？はい、ごめんなさい、ちょっとそれで言うと1個だけ聞きたいの、これ、ほんま下野とかそういうことじゃなくて、何買ってますか？いや、かかったことなくて。かかります。じゃあ、で、カップ数も合ってないんで、合ってないんですよ、いつも。え、どういうことですか？だから測ってないで適当に買ってるから。もしかしてお前アホ？お前ちょっとアホ？え、適当に買われてるんですか？だからいつもなんかはみ出ちゃったりとかしてる。どういうことはみ出てるって分かんないんですよ、カップ数が。でもまあ H とか、うん、分かんないです、まあ、トップとアンダーの差ですから、身長も大きいので大きく見えますけど、はい、案外 E とか F ぐらいの話あるよな。そうなんだ。今回よ評判良ければ明かりのカップ数明かる次やりましょう。はい、お願いします。何でもいけんねん。何でもいけんなの。まあでも今日はね、真面目にちょっとドライブデートということでよろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっとドライブということでよろしくお願いします。お願いします。僕も実はね、普段そんなに運転しないんですよ、はい、あ、運転手ですか？はい、運転手さんがいるんで、昼も夜も。土日はね、家族は僕が運転したりするんですよ。あ、家族がいるんで一応。そうですよね、見たことあります。はい、子供可愛いですよ。おいくつなんですか？この1歳と、超可愛い。3歳なんですよ。可愛いっすよ。2人いるんだ。僕そんな2人いるんですよ。めっちゃ可愛い時期だ。いや、めっちゃ可愛いっすよ。何歳までね、ああやって甘えてくれるんかなっていう。女の子ですか？いや、ね、1歳が女の子で、はい、3歳が男の子なんですよ。あ、いいですね。いや、そうですね、本当に超可愛いですよ、マジで。バドミントンやらせますか？いやどうやら、でもあれっすよね、そのさっきの話じゃないですけど、はい、親が世界チャンピオン出てたじゃないですか。あ、そうです、そうです。だから、めっちゃ厳しかったんじゃないですか、ずっと。いや、もう恋愛も一回もしたことなくて。そうなんですよ。選手の時、25まで。その、変な話ですよ、整形期なし。そうなんですよ、25。妹今25なんですけど、引退してるんですけど、はい、妹はもう一回もいたことなくて、今も。え？はい、なんかもう、本当バドミントン注げみたいな。それはまだ結果としてどうだったんですか、その今となっては。でも欠けてると思います、いろいろと。あ、そうなんですか。いろいろ、はい、でも別に勉強を普通にされててってことですもんね。だから恋愛以外は全部普通にされてますもんね。そうなんです。あ、ごめんなさい、ちょっとすいません、ごめんなさい。東京坂道が多くて。そうなんです。嫌になる、東京はもう。これが東京の嫌なところなんですよ。坂が多いんですよ。坂を大事にするね。削ればいいのに坂を、東京は。平らにしろ、坂を。こっちら辺来ないんでね、普段。
あ、そうなんですね、うん、まあ、いろいろくなことないですよ。そうなんだ。あ、ない、いいことないです、こんな憧れというか。いやいやいや、もう変な話聞けないですこんなところには、マジで。結構行かれるんですか、外。ありがたいことに、僕ちょっとその飲みに誘っていただいたりとかすれば行くんですけど、でも、あかねさんと一緒で僕誘われなければ、うん、そもそも外に出ないです。あ、そうなんだ。1週間全く出ずにお酒も飲まないってあるんですけど、はい、誘われたら毎日のように決まった先輩のとこ行くんで、友達とか、うん、そうするとやっぱ飲んだりしますね。昨日もそれで言うと、あの米尾さんってブレイキングダウン出てる。あ、自分ブレイキングダウン7応募したんですよ。でオーディションまで受かって会場行ったんですよ。ヘズマンの嫁さんに戦いたいって言われたんですけど、オーディション落ちちゃって。え、負けたってこと？殴り合って？いや、殴り合ってないんですよ。なんで落ちるんやろ。多分あの自己紹介が下手くそで、そういうお笑い系ができなくて。え、ちなみにその恋愛は今までそんなにしてこなかったってことですけど。そうです。どういう方がタイプなんですか、うん、強いて言うなら。年上です。多分年上で甘えん坊なんです。あの好きな人に甘えん坊なんです。あ、そうなんですね、はい、あと優しい人。はいはいはい、はい、甘えん坊で優しくて、はい、でもね、怒らない人。怒らない人ですよね、うん、恋愛ずっとね、若い時にしてこなかった人って。甘やかしてくれる人。俺今喋ってるな俺のターンやったな今。うわ来たな、割り込んできたな。すっごいスマッシュみたいな言ってきたな、はい、恋愛って若い時になるべくひどい男の人とかっていうの経験は一回あった方がいいんですよ。らしいですね。そうなんですよ。そういうのないと、はい、いい年してホストにハマったりとか。あ、そういうのないんですよ。そうなんですか。男 はね、働いて。はい。おー。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、すいませんすいませんすいません。はい、はい、男は、私は結構昔みたいな考えで。なるほどなるほど。女はやっぱね、女の日とかあったりとか、うん、口悪いな女って。女子ね、女性ね、女性女って口悪いな女性はいはいはい。女性はやっぱ女性の日があるじゃないですか。わかりますわかります。だからなんかやっぱ半分の日にちが体調悪いんで、男性が守ってあげるべきだと思うんですよ。それは僕も思いますよ。僕も女性っていうのはもう差別される、あのいい意味でね。はい、やっぱ体力もどうしてもやっぱ男性の方があるので。まあ、それ茜さんが言うと説得力ないですけど、自分は体力があるんで、ね、自分体力があると。こうやってダイバーして夢を、はい、女性の支援をしたいというか。あー、すごいね。鋼の錬金術知ってますか？わかりますよ、漫画。何かを得るには何かを捨てろっていう言葉があるんですよ。はいはいはい。その言葉知らんと思ったの俺が、はい、その言葉俺が知らんとでも思ったのお嬢様やなそれで、はい、自分は日本が2位になることがすごくて、何でも、はい、全国小学生は3位、全国、はい、全国中学校の時は2位、選抜も2位、国体も2位、はい、でも中学校の時日本一取るまで恋愛しないと思って。そしたら好きが分かんないんですよ。ああ、そうなんですよ。だから追ってくれないと。はいはい、向こうからね、はい、好きやからいつご飯行こう、いつご飯行こうって誘ってくれて、アテンドしてくれて、ちゃんと。そうです、そうです。ほんで当たり前のように告白してくれてっていう。そうです。今おいくつなんですか動画に言わない、企業秘密言ってないんですよ。あ、そうなんだ、うん、いくつぐらいに見ました？顔も見てないんで、 目だけだと。あ、30髪もね、あれ地毛でこの色なんですよ、色が。あ、言ってないんだ。でも若く見える。18からずっとこの色なんですよ。めちゃめちゃ。でも喋るとダンディみたいな喋るとダンディ。もっとアホっぽいこと言ったらいいかな鼻水とか垂らそうかななるほどね、はい、あ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、はい、坂とね、このカーブが、東京はカーブが多い。カーブ、カーブ。直線でもこの住宅街とかも全部潰せ、立ち退きして直線引けって思いますけどね、はい、こんな民家ね、ジジイとババアをもう撤去させて、ひどい撤去させてここに直線を作れって僕は思いますけどね。ひどい。いや、カットですね。いやいや、カットしないです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 。じいちゃんばあちゃん、こっちゃん、じいちゃんばあちゃん、こっちゃんね、うん、いろいろやってます。あの、カレーパン食べましたよ、めっちゃ美味しかったです。え、ありがとうございます、すいません。あの、麻布祭りで初めて、はいはいはい、祭りというものにこの前行って。マジ？その時にカレーパン好きだから。マジっすか。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。食べました、めっちゃ美味しかった。嬉しい。めっちゃ美味しい。今までで食べたカレーパンで一番美味しかった。いや、嬉しいだよ。あれね、実は、ね、USJ とか、はい、ディズニーで3ヶ月で8000万売れたっていう伝説のカレーパンなんですよ。USJ で売ったんですか、カレーパン。あ、僕が売ったんで、そこのカレーパン屋さんから仕入れてるんですよ。あ、そうなんだ。そういう伝説のカレーパンなんですよ、実は。そこと OEM して作ったんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。あ、ごめんなさいごめんなさい、すいません。ちょっとカーブが、東京はもう家を立ち退きさせろ年金暮らしです、家は立ち退きさせろ、はあ、ねえ、うん、立ち
のぎさせなさいとかですね。年金暮らしの家のやつらはシートベルトだけね、ギュッと、うん、ギュッとしてくださいね。シートベルト危ない。ジム建てるんはでもまあそうか、何千万かかるか。この間もね、山沢さんという、はい、筋トレ系の YouTuber のすごい素敵なお兄さんなんですけど、はい、その方がね、ジムをね、フランチャイズって FC って言って、はい、権利を渡しますよっていうやつなんですけど、はい、それでもやっぱちっちゃくても6000万って言いましたね。あ、でもそのちっちゃいってその人のコンセプトの中で大きいジムなんで、そもそもが、まあでもそんぐらいかかりますよね。かかるかもしんないですね。建ててます、ジム？いや、僕はジムはやってないですね。やらないんですか？本気の筋トレ系じゃないじゃないですか、僕って。あー、美ボディだけ。そうなんですよ。まあ、自分もそうですね。アカウント消したんですよ、しかも僕あのサブアカウントで8万ぐらいいて、筋トレの日々の裸とか載せてたんですよ、成長を、はい、はいはい。それが気持ち悪い。時間ないですもんね、筋トレ。そうですね、それが気持ち悪いって言われて、ヒカルさんっていう YouTuber に裸、自分の裸のしてて自撮り撮ってる気持ち悪いって言われて、はい、投稿全部消しました。意外とメンタル弱いんですね。いやいや、その動画で、あ、動画で、動画でラファエルはそんなんしたらあかんやろ、気持ち悪いよって言われて、じゃあ視聴者さんのコメントのいいねが多かったら消しますって、いいねが多かったんで。そうなの。でもこれから裸とか一切載せないことにしました。自己満なのにね。まあまあ、僕はなんかファンがつけばなと。あ、それもあったんだ、ちょっと。はい、いろいろな。僕日々本当に浴びるほど酒飲むんですよ。そうなの。昨日もワイン3本飲んだりとか。今酔ってるんですか？朝から仕事してるわ。米尾さんのお店昨日行って。あ、言ってましたね。そこで米尾さんもね、お店出してますよね。そう、そうなんです。そこ行って、美味しかったですか？めちゃくちゃうまいです。で、ワインそこで3本、まあ僕2本半ぐらいですかね。それってすごいんですか、ワイン3本って？いや、僕は普通にいつもそれぐらい飲むんで、パートナーが1本のうちの半分飲んで、僕は2本半ぐらい飲んだのかな。そんな状態なのに3ヶ月でマイナス15キロで体作ったんですよ。そんな状態繰り返してんのに。すごいですね。でそれって結構すごいじゃないですか、でそれでサブアカウント作ったんですよね。週何回筋トレしてたんですか？いや、その時やっぱ5回とかやってましたよ。あ、そうです、そんぐらいしないと。その時はやってましたね。すごい。その前はでも同じ生活してて2ヶ月で15キロ痩せましたよ。まあだからストイックなんですね。そうですね、夢中になると。夢中に、別に食べずに筋トレしたきゃいいだけの話なんで。できちゃうんですね、僕。すごいな。港区女子と付き合ったことあります？僕ないっす。ないっす。ないんだ。ないっす。でも男性ってそういうの人好きなイメージ、キャバ嬢さんとか。あ、だからやっぱお互い適当に付き合ってんじゃないですか。あ、そういうこと。上辺でお互い不倫とか愛人とか、もうお金の関係とかで、彼氏おるけど、お金の関係でこの人とも彼氏って言ってて、こっちがもう彼氏別でおるって分かってるけど、別に体とか見た目だけでちょっとハンドリングしてるっていう。ハンドリング、付き合ってるというか。へえ、そうなんだ。私研究熱心というか、なんでだろうって思うことを探りたくなるんで、みんなが嫌いっていう人を会ってみたい。いや、それ なんていうんですかね、殺人犯でもいい人いますもんね。いい人もいるじゃないですか、そういう言い出すときりないですけど、どういう場でどういう時に会うかで、まあ、酔っ払った時の話は一緒です、酔った時って人間の本性がわりかし出やすいのかなと思ってて。そうなんだと僕は思うんですよ。酔った時にやっぱ大変なやつって大変やし、口悪いやつはやっぱり口悪いし隠してるしとかって思っちゃうんですよ。酔った時にすごい手で出してくれって言って。ラファエルさんの欠点って何ですか？僕は欠点ないです。ないですよね。僕ないですね、はい。僕珍しいんですよ。酔った時だって暴れないし。それ普通っすよ。それ普通っすよ。酔うと暴れると思ってた。お酒浮気とかしたことないですか？いや、まあありますね。あるんだ。一応、はい。ダメじゃないですか。じゃダメですけど。全然ダメだ。一応ありますね。港区ですか？で、港区でっていうか、あんまりそう、港区女子。一応ありますけど。研究熱心やな。そうなんだ。研究熱心やな。浮気ね。でもやっぱ男って言うじゃないですか、奥さんは本命、ご飯って。はいはいはい。浮気はデザートだみたいな。浮気の話、不倫の話、どっち？え、不倫もあるんですか？じゃあ変なのに引っかかってない？大丈夫？引っかかってると思います。今？今じゃないんですけど、騙されそうになったことあります。やっぱあるでしょ。引退して騙されまくりですね。だからライバーしてます、家で。そういうの友達に相談した方がいいですよ、すぐ。はい、ね、はい、相談できる友達がいないとね。なるほど
だから優しい人ね、よかったです。だからまともなタイプですね。そうですね。たまになんかいるじゃないですか、王子様みたいなちょっと強めの人が。女性って結構あながち結構7割ぐらいの女性がそういう冷たい人が好きというか。あ、そうなんだ。なんていうんかな、 S っていうと極端ですけど、そういうのが好きな人って結構いるんですよ。恋愛としてはかなりなんか、まあ、本人が幸せだったらいいんですけど、まあ、旗から見てるとちょっとなんかきついと。あ、 DV までいかないんですけど、それの予備軍みたいな。傷ついてる女性は東京多いと思います。田舎もんっぽいですね今の。田舎もんっぽいな。まあ、でも友達もあんまりいないんですけど、やっぱ友達もなんか六股されてたっていう。え、子もその子も出会った頃は2ヶ月前から大阪から東京に来たっていう子で、はい、え、その子も結構純粋というか何も分かんない子で。そうなんすか。一緒にモルディブ2人で行ったら、ほう、携帯を見てたら、はい、彼女がいて、はい、でも探ってたら5人ぐらいいてみたいな。え、それはすごいな。優しい人ね。タレントで言う、強いて言うならみたいなのあるんですか。私芸能人全然分かんなくて、スマップも全員言えないんですよ名前。まあ世代的にまあね、嵐とかそういうの分からないってことですか。いや、まあまあまあ、嵐はわかるんですけど、名前は言われへんよね、それね。あんま芸能人疎くて。はぁ、でもローラとか好きです。ローラさんね、はい、はい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 。もうみんな好きですもんね、ローラさんは。うん、結構男性より女性に憧れることが多いかもしれない。引退してから ここまでの何年間、3年間3年結構濃い恋愛したんじゃないですか、いろいろと密な。あ、1回しかなくて。え、マジっすか。1ヶ月で終わっちゃったんですよ。それなんでなんですか、ちなみに。相手が病気になっちゃって、性の。せーの、うん、もう自分検査したんですけど、つってなくて。あ、せーの病気。じゃあ他で浮気したんちゃうんかってことになってくるってことですね。いや、多分その自分と出会った前の人の方が。え、それが嫌で別れたんですか。嫌っていうか、もう初めてだったので、はいはいはい、対応が分かんなくて。あ、対応分かんないから、まあいいわ、捨てちゃえ。いや、捨てちゃえ、捨てちゃえ、パタパタパタ。いや、なんか対応の仕方があんま悪くて、うんうんうん、こっちは、え、何それって泣いてるの、横で 寝てるんですよ。しかもそれが結構梅毒ってやつで。ああ、東京流行ってるんですよ。そうらしい。だからそれ流行ってるんだよって終わって、そんななんか、はい、インフルエンザみたいな感じでなんかやめてよと思って。ああ、まあまあまあね、僕ももちろんなったことないですけど。梅毒ね。まあ、もういち早く検査行きたかったのに、うん、結構お正月はかぶってたので、はい、まあ、2週間後に一緒に行こうよみたいな検査。その対応が、はい、初めての彼氏だったので、なんかもうちょっと焦ってよみたいな。じゃあ何寝てるのみたいな。いやー、なるほどな。まあでも恋愛か、難しいよね。でも分かんないですよ、僕もその恋愛詳しいわけじゃないですけど、はたから見た感じのイメージ、さっき言ったようにそのお嬢様っていうのも伝わったんですけど。そんなことないんだ、もう男です。いやいや、まあそういう意味でもね、いろいろ、はい、でプラス結構変な人に引っかかる恋愛しそうやなってイメージはあります。あー、でもハマっちゃう。でも投資の話とかめっちゃ来るんですよ、ライブをしてても。はいはいはい。外に出てても、やっぱ夢を叶えたいならお金払えとか。はいはい。芸能でも払っちゃったりとか。え、はい、最初の経験が2020年の1月1日に引退して、はい、2月に芸能事務所に行ったんですけど、それもお金を払って、はい、何百も払って。え、そうなんですよ。携帯で調べた事務所にオーディション行って、君はいいよって言われて。マジっすか。はい、そこからのスタートが引退の最初なんですよ。うわー、お母さん。でもお母さんも満足してくれたんですか、日本一取って。いや、やっぱ世界一、オリンピックで金メダル取ることがちっちゃい頃から夢だったので。うーん、それは難しかったんですか、結果。あ、ちょっといろいろあって、はい、監督が妹のお金を横領したり。それで2個目の移籍して2個目のチームを選手と監督が不倫しちゃってチームなくなっちゃったりとか。何それ結構、まあ、アスリートあるあるなんですよね。結構その、まあまあ、今トップで輝いてる人たちはやっぱ運が環境、まあ、実力も才能もあってたんですけど、うん、やっぱ、うん、その4つがないと続けられないと思ってるんで。そうか、あの自分だけ強かったらいいっていう、ボクシングとか格闘技とかとは違って。結構日本は企業でやってるので、チームでやるので結構不倫な。チームなくなっちゃって。なるほどね、はい、そこで、まあ、チーム移籍すると世界ランクも日本ランクもゼロからスタートになっちゃうんで。だから今あるそのチャンネルが全部ゼロになって、もう一回3回作るみたいな。何それ。こんなに実力あって金取れるかもしれん状態やのに、はい、国からのセーフティーネットないんすか、そういう援助金とか、国のなんかそういう団体みたいな。結構だからマイナーなのか、スポーツにそうないんですよ。バドミントンマイナーじゃないでしょ。マイナーじゃないんですけど、やっぱその移籍すると1年試合出られないっていうペナルティあったり。でも向こうが悪かったので、そのペナルティなく移籍したんだけど、やっぱパートナーも変わったりとか。そう、あー、なるほどね。
日本ランクもゼロから。いや、なかなか苦労人ですね、お母様の気持ちをね。そうなんですよ、まあ、いろいろからすると、いろいろ経験して、まあ、1年でね、日本ランク9位とかこう組むペア、組むペアやったんですけど、やっぱその、はい、燃え尽きちゃって。なるほどな。いや、それは金さんね、それはなんか他の道で有名になって、お母さん、まあ十分お母さん喜んでると思うんですけど。いや、まだです、頑張ります。家を建ててあげたい、おかんに。うん、そんなに厳しくしてもお母さんのことやっぱ好きなんですか。やっぱ本当にもともとバドミントンしたくなくて、気づいただけと思ってて、すごい反抗期だったんですよ。はいはい、うるせえクソババアって言ってたりとか、はいはい、こういう道路の中で殴り合って、警察呼ばれたりとか、背ちっちゃかったんで、ほんとロッカーに隠れて、でもそれも追いかけ回されて、すごい。すごい多分、小学5年から1人で中国で修行でバドミントン1年2年行ってたりとか、結構お金もかけてくれたし。普通の家庭ですか、お金持ちなんですか、ぶっちゃけ。わかんない、お金の話しないんですよ。いや、その、だいたいわかるでしょ、家とか乗ってる車で。車とかも全然わかんなくて、ね、で、車も分かんなくてロールスロイス乗ってたりせえへんやろな、ほんまに。それはないです、全然。すごいな、うん、でも金持ちなの分かんない。でバドミントンは結構貴族のスポーツって言われるぐらいね、そういうイメージ。はい、シャトル1球300円とかなんで、それがバン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 10秒ごとに消えていくから。使い回しできないんですか。できないです、もう羽、本物の羽なので、鳥の。どういうこと、どういうこと。300円1球、1球でもスマッシュ10本20本ったらボロボロになっちゃうんで、300円なくなる。あ、なかなかお金かかるっすね。はい、ラケットも1本3万円をみんな6本10本備えてて、やっぱぶつかると折れる。なかなか金かかるな。そうなんですよ、結構ガットもね、結構張り替えも。なんとしてね、ここで有名というかタレント業でもいいですけど。はい、でもどう、やっぱね、マネージャーもいないし事務所にも入ってないんで、とりあえずライバーとしてか。まあね、なんか相談くださいよ、全然。はい、僕は普通に事務所経営してたんで。そうなんです、ワンカラットに。あとキーっていう YouTube の事務所も経営してたんで。あ、そうなんだ。はい、 YouTuber 気まぐりクックさんとかいましたよ、チャンネルバードマンスとか。はい、すごい。やいや、全然全然、もう好きでね、僕倒れるまで飲んじゃうんですよ。倒れるのが好きなんですか。倒れたら終了なんですよ。はい、あ、その倒れるの快感みたいな。快感ではないですけど、止まらないんですよ、飲み出したら。そうなの。人格変わります。あ、僕このままです。お酒飲むと人格変わる人いるじゃないですか。まあ、いらっしゃいますね。はい、怖いですよね。いや、怖いですよ。まあ、そういう経験もあったんですね、じゃあ。あります。あの、リスナーさんがめちゃめちゃ飲む人が一人いて。それ言っていいの。合ってるってことやもん、今のカットしようか。いや、合ってるんじゃない、コメントで荒れてるんですよ。あ、なるほどね。はい、なるほどなるほど。コメントでいつも荒れてブロックして、なるほどなるほど、次の記憶がないみたいな。なるほどなるほど。はい、合ってはないんですよ。そういうことね、そういうことね、はい。なるほどな。いや、いい人とね、あとはじゃあベタですけど、やっぱ年齢的にももう結婚も考える年齢。あ、結婚したいですね。でもまだ子供は。まだね、まあ、でもいい人いたら結婚したいです。なかなかね、もう今からやっていかんと年上でしょう。はい、どこで出会えばいいんですか。こればっかりは。だって飲みに行きたいと思っても今ダメって言ったじゃないですか、あんまり。あのね、よくないっすね、飲みで出会うの。まずは一旦信頼できる友達を作ることだと思うんですよ、まずは。友達どこ、女性友達、どこで作ろう。え、女性の友達。うん、そっからか。なるほど、ちょっと難易度高いっすね、山根さん。そうなんですよ。まあ、少なくとも女性にもいじめられること多くて、昔から。1年の頃からレギュラー取ったりしてたから。ああ、そっちのね。もう30人リンチされたこともあるし。ああ、結構なんか女性にもあんまいい思いがないから。まあ、優秀な人間って常に周りに嫉妬されるんで、自分からシャッター下ろしちゃうんですよね、年が近かったりとか。あ、わかります、それめっちゃわかります。あ、ちなみにみんなそうっすよ、優秀な人。あ、そうなんですか。全員そうです。アルバイトでも何であろうが、年齢何歳であろうが、男女関係なく優秀な人はもうみんなそうです。最初仲いいんですよ、会話があるんですけど、だんだんその、ね、嫉妬されるというか。あ、そうです、それをちなみにみんなそうっす。そうなんだ。はい、一緒です。あの、優秀な人は全員そうなんですよ。優秀ではないんですけど、多分それで結局人脈もなく。そうですね、浮いちゃうんですよ。要はその会話にならないんですよ、うん、その IQ も20離れたら会話って成り立たないっていう一般的に言うんですけど、うん、そういうギフテッドっていうか能力も、いわゆる IQ でいうところの20とか、その離れてくるともう会話にならないんですよ。ならないですね、やっぱ嫉妬されるんで。変わってる人ってなったり、あとその、はい、それが人脈が作れずずっと止まっちゃうんですよね。で、だからそこはそこの層の人間だけのまた会話があるんで。そうなんだ。そこに入れればいいんですけどね、その各ポジションごとで、スポーツの時も仕事の時も。僕もだって会社営業所入った時に、あ、営業所っていうかその一番最初の会社入った時に、はい、ほぼ孤立してましたよね。そんな感じでいつも、だから一人でいつも何でも、もう一人でディズニー行っちゃうし、一人で温泉行くし、一人で映画行くし。友達おらんのか、女子友達おらんのか。いつも妹とかと行動したり。
友達がまずいない。なるほどね、うん、でもね、マッチングアプリあるじゃないですか、うん、あれが一番いいらしいですよ。みんな言いますよ。だから、はい、そうなんですよ、はい、お姉さんとかも結構マッチングアプリで結婚したっていうの聞くんですけど、マッチングアプリにいい理由がメンタリスト DAIGO さんがおっしゃってたんですけど、はい、会う時って例えばこう会うじゃないですか、はい、縦の話ですよ、はい、僕やったらその茜さん綺麗し、はい、まあ、胸が大きいなんかタイプやったりするから、はい、もう初手で見た目でまず好きなんですよ、うんうん、僕が例えばね。で飲んでて、何回かご飯行って飲んでて酔っ払ってそのままなんかエッチして付き合ってみたいな流れじゃないですか、一般的って、はい、でもそれってもう見た目で好きっていうのが乗っかってて、うん、それ以外に例えば茜さんがもしかしたらだらしないところとか僕が嫌なところあっても許しちゃうんですよ。そうなんだ。男女ともにそういうもんなんですよ、やっぱ恋愛って。なんか見た目で好きって言われることは多いんですよ。だけど自分がまだ好きにならないから付き合えないんですよ。なるほどですよね。でもそのマッチングだと最初にメールとかずっとしてるから、うん、会う時にはもう顔とかあんまり写真しか分からん状態で、うん、中身ある程度メールの文章だけですけど中身とかで好きってなってるから、うん、会った時にそこでもよっぽど間違いなければ離婚率が 50% が変わるんですよ、うん、そうなんだ。そうなんですよ。でもオフラインでこう普通にリアルで会う時はそうじゃないじゃないですか。そうですね。この子の例えば胸が好きやからとかこの顔が好きやからとかなんかいろいろあるじゃないですか、うん、はい、そういうのはないんで。リスナーさんとかどうなんでしょう。リスナーと、いやその中身が分かればいいです。そのマッチングアプリがそういう仕組みやから離婚し品っていうだけで、うん、同じような仕組みを踏めればいいんじゃないですか。なんかリスナーさんもずっと喋ってるじゃないですか。はい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 。投げ銭してくれるし。確かに確かに。好きなんだ私のこと。いい人がいたらいいんじゃないですか。禁断のカレーパン。はい、こいつ、いい人がいたらいいんじゃないですか。そうですよね。なんかでもそれをライバーに言うとみんなびっくりするんですよ。え、リスナーさんみたいな。でも夢がありますけどね、ライバー側としては、このリスナー側としては、はい、付き合えるっていう夢ある。でもそれ言うとすぐ会いたがるリスナーさんいるかな。あ、それでは違うんですよ。やっぱじっくり時間、やっぱ好きにならない。なるほどな、うん、こじらせてますね。在大地最完整氣經聖洞方最夢中華南移活發志氣大家去衝手中握著計劃心中湧出美夢路中後鋭勢要去掀東方的威風